広報士の平松一層です。本日の缶詰はこちら、八戸航空基地に来ています。それでは缶詰コール行きましょう。八戸航空基地は青森県八戸市に所在する海上自衛隊の航空基地であり、哨戒機 P3C を運用し、北日本海域の哨戒を行っております。固定翼機の離着陸可能な海上自衛隊の航空基地としては日本最北端になります。今回は八戸航空基地見学ツアーに参加するためにやってきましたが、八戸航空基地には冬季のみ編成される部隊があるそうなのです。まずはそちらを見に行きたいと思います。はい、見てください。あっちにめちゃくちゃ大きい機材がありますよ。見てください、こちらこんなに大きいです。これは一体何でしょうか。すいません、説明お願いします。はい、こちらはダンププラウという。ダンププラウとは通常のダンプトラックの前面に排泄板を取り付けたものです。この排泄板の大きさはおよそ3メートルあります。本当に大きいですね。滑走路の除雪作業に特化しており、積もった雪を片側に寄せて除雪します。こちらの機材はスノーマスターといって、雪で狭くなった道幅を広げる作業やダンプトラックへの雪の積み込みに使用します。先ほどのダンププラウによって滑走路脇に寄せた雪をスノーマスターで滑走路外へ飛ばす作業を行うのです。冬のみ編成される部隊とは、それは除雪隊でした。八戸航空基地では毎年12月から翌年の3月までの間、およそ60名の隊員を持って除雪隊を編成しています。除雪隊員は八戸航空基地の隊員のほか、全国各地から集まった隊員で編成されます。令和4年度は沖縄県所在の部隊からも隊員が派遣されています。八戸の除雪隊をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。それでは我々は続いて管制塔の方へ行ってみたいと思います。皆さんありがとうございました。それでは行きましょう。八戸の管制塔に来ています。とても緊張感がある現場です。今から P3C が一機訓練に向けて出発します。あちらです。まもなく離陸です。最上階の管制室では飛行場の管制業務が行われています。管制塔からの景色は見晴らしが良く、八戸の街並みや橋上岳を見ることができます。実はですね、明日なんと P3C に乗せてもらえることになったんです。やりました。その模様は次回の缶詰で。航空基地の非常事態に対応する地上救難班員に救難消防車について紹介してもらいました。こちらは押し越し車製救難消防車 1B 型です。全長12メートル、およそ30トンの超大型車です。飛行機の中が、実際に火災になった時に中に入って使うためのホースとなっております。水を出したり取ったり、これで実際に現場へ、はい、中に入る、はい、で実際にこの水の直射流、シャワーのようにこう広がったり、はい、ストレートに出すことができます。かっこいい。運転席にも乗らせていただきました。どうぞどうぞ。ここでいいんですね。はい、真ん中どうぞ。失礼します。すごっ。本日動かしてもらうのが、はい、こちらルーフターレットを、はいはい、操作していただきます。もう自由に動かしてみてください。おー動きました。すごっ。こちら左右だけではなく上下にも
動かせることが入っていきます。前とかですか、はい、おお、かっこいい。カメラになってますね。そうですね、これ実は赤外線カメラになっておりまして、うんうんうん、上の水出す機械についています、はい、で、めっちゃ回る。で用途としましては、実際に火災が発生した際に煙や炎でこう機体が見えなくなった時に、はい、実際にこう赤外線カメラの利用して確認いたします。そういうことですね、はい、すごい。ここでいきなりですが、地上救難範囲に装備品の装着をお願いしてみました。こちらの装備、全重量はおよそ20キロとのこと。1分1秒を争う地上救難範囲は果たして何秒で装着できるのでしょうか。よーい、スタート。27秒26です。早い、さすがの一言、頼りになります。今回の缶詰はここまで。最後に八戸航空基地後方資料館をご紹介します。こちらの資料館は事前に予約を入れれば一般の方でも見学ができますので、ご興味のある方はぜひ行ってみてください。さて次回の缶詰も八戸航空基地から P3C 登場の様子をご紹介いたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。